話す場。体力の二次選考、知力の三次選考、そして最終選考も勝ち抜くのは私たち爆裂女神ララティーナよ。一人でも多くの人たちに歌と踊りを届けるために、アクセルハーツの3人でオートのステージに立ってみせる。正直俺はどちらでもいい。本戦で優勝して10億をゲットして借金を返済するんだ。腹筋などいくらでも可能だ。さすがはクルセイダー、僕も負けてられません。どちらも優に1000回は超えてるというのに、未だにペースが落ちませんね。服の上からじゃわからないけど、2人とも腹筋はバキバキに割れてるんじゃない？意外と硬そうよね。誰がシックスパックだ。そうですよ、僕だって女の子なんだから。あんまり言われると傷つくんですからね。二次審査の体力勝負も佳境だ。アクセルハーツのシエロと爆裂女神ララティーナのダクネス、どちらのマッチョが勝つのか。マッチョって言わない。アクアたちは思いのほか善戦し、二次選考を通過した。そして迎えた知力を試す三次選考でも、回答者は5秒以内に回答してください。では問題。最強の攻撃魔法と呼ばれる。はい。おっと早い。爆裂女神ララティーナ、回答をどうぞ。我にこのような問題とは何たる愚行。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が神君の根拠を望みたも。失格、時間オーバーです。もう一度問題。最強の攻撃魔法であり、ネタ魔法とも言われている魔法は、爆裂魔法。正解です。アクセルハーツ10ポイント。不正解です。爆裂魔法はネタ魔法なんかじゃありませんから。私がここで真実を証明してみせようではないか。はぁ、出た、頭のおかしい爆裂娘だ。何を、誰が頭のおかしい爆裂娘ですか。意外と人気があるのね。でも可愛さでは絶対に負けないわ。一悶着ありながらも注目されるアクアたちを見て、もしかしたら本当に優勝するかもしれないと淡い期待を持っていたが、最終選考に進む最後の一組は、女神のような純朴さを持つアクセルハーツの3人だ。私たちが最終選考に。まあ当然よね、だって私可愛いもの。可愛いって罪なのね。落ちてしまったアクアさんたちの分まで一生懸命頑張ります。至って当然の結果となりました。なんでよ、なんでなのよ。落ち着けアクア。もともと踊り子として経験のない私たちがここまで来ただけでもよくやった方じゃないか。そうですよ、私たちが落ちたのは納得いかないかもしれませんが。違うわ、納得いかないのはリアたちが通過した理由よ。理由？言ってたじゃない、あの司会者、リアたちを女神みたいって言ってたじゃない。だとしたらなんで本当の女神である私が不合格で、なんでリアたちが合格なのよ。納得いかないわ。女神ってまた言ってる。あの、アクシズ教の人に怒られるからやめた方がいいと前にも言いましたよね。本当なの？アクシズ教が崇めてる女神が私なの？わかった、わかったから、今日はシュワシュワでも飲んで。全然わかってない、私本当に女神なのに。アクア、負けたのがそんなにショックだったのか？
ま、アクアが泣いてる理由はともかくとして、ここからはもうリアたちだけだ。胸を張れ、お前たちは俺の知る限り最高の踊り子だ。それぞれの夢を叶えるために本戦出場を決めてこい。ありがとうございます。僕一生懸命頑張りますから。本戦に出ていつか男性教師長を直すために。私はオートのステージに立って、可愛い私をパパとママに見つけてもらうために。私は。そういえばリアが踊り子をやってる理由は聞いてなかったな。二人は知ってるのか？リアちゃんが踊り子をやってる理由？今まで気にしたこともなかったわね。そうだな、みんなには話していいかもしれない。私が踊り子をやってるのは、実は。まもなく最終選考が始まります。合格者の皆さんはステージ裏の控え室にお集まりください。時間か。それじゃあ行ってこい。リアの話は後でちゃんと聞くから待ってるぞ。そうだな、話は最終選考の後に。絶対に本戦出場を決めてみせるよ。ああ、他の奴らもなかなか可愛いが負けるんじゃないぞ。他の人も可愛い？そんなわけない、私が一番なんだから。でも、もし私より可愛い人がいたら。ああ、リア、なんて可愛いんでしょう。艶やかな髪、豊満すぎない胸、眩しい太もも。もう写真だけでは我慢できません。チャーリー、私はリアが欲しい。それは古代兵器を復活させるためですか、それとも単なる趣味として？もちろん古代兵器復活のためですよ。今すごい間がありましたが。とにかくそろそろ本気で動き出すとしましょう。ちょうどコンテストの予選がアクセルで行われていましたね。わざわざダニエル様が出向くほどのことではありません。ここは私が。いいえチャーリー、今回は私が一人で出陣しますよ。踊り子ちゃんたちの素顔を生でバッチリ見ておきたいですからね。待っててください、リア。今すぐその太ももに顔をうずめに行きますからね。本当に古代兵器復活のためなのですよね？信じていますよ、ダニエル様。このスバ、このスバ、今のユニットエロくて綺麗で最高だったな。命を燃やすような一瞬の輝き、まさか伝説の。いや、考えすぎか。最終選考に残った全8組のうち半分が終わったわけだが、どれも甲乙つけがたい。踊り子新時代の夜明けを感じるよ。予選から非常にレベルの高い戦いですね。さあ次のユニットはアクセルハーツです。あれ、アクセルハーツ、アクセルハーツの皆さーん。大丈夫大丈夫、あ、私は可愛い可愛いエリカちゃん。エリカちゃん、ここにいたんだね。急にいなくなるからみんなも探してるよ。そろそろ私たちの出番だ、早く戻らないと。わかってる、わかってるけど。もしかして怖いのか？付き合いが長いからやっぱりわかっちゃうよね。わかるよ、足が生まれたての子鹿みたいに震えてるし。エリカちゃんが怖がるなんて珍しいね。だって
が一私たちじゃなく他の人が合格したら私より可愛い人がいるって言われてるみたいじゃない。私より可愛い人がいたらパパとママは私を見つけられない。私は世界一可愛くないとダメなのに。エリカ、しっかりしろ。あ、カズマさん、それに皆さんも。いなくなったと聞いて慌てて探したんだぞ。審査員の方には少し遅れると伝えておきましたから、今ならまだ間に合うはずです。怖くて逃げ出すなんてエーリカらしくないじゃない。さっきまでは自信満々だったでしょ。急にどうしたのよ。さっきカズマが言ったの、他のユニットの人たちも可愛いって。お、俺のせい？ステージに上がった他の人たちを見たら確かに可愛いし、そしたら自信がなくなって怖くなって。おいカズマ、選考前に踊り子を不安にさせるようなことを言うなんてどういうつもりだ。そういうつもりじゃなかったんだけど。いやダメだ、ここで俺がうろたえたらリアたちも終わりだ。不安にさせるつもりなんかないさ。最後の一言をまだ言っていなかっただけだ。最後の一言？他のユニットの人たちも可愛い、だが一番可愛いのはお前だエリカ。踊り子になったのはお前の可愛さを両親に伝えたいからだろう。だったらお前が一番可愛いってことを証明してこい。カズマの言う通りだ、私たちも協力する。最終選考に出てエーリカの可愛さを証明しよう。僕とリアちゃんも力を貸すよ。エーリカちゃんの両親に可愛さが届くように。ここまで来て簡単に終われないのはお前たちも俺も一緒なんだ。頑張れエーリカ。私はアクセルハーツの皆さん、来ませんね。仕方がありません。ここは失格として。待ったー！遅れてすみません。僕たち3人は。3人組踊り子ユニット、アクセルハーツでーす！私たちが可愛いって。その中でも特に私が可愛いって会場のみんなに教えてあげに来たわよ。間に合ってよかったわね。エーリカもやる気になったみたいだし。ああ、本当によかったよ。危ないとこだったけどな。遅れたことは減点対象だぞ。それでもよければ歌と踊りを披露してくれ。それで構いません。聞いてください、ブライトショー。重なる想いを届けに行くまで諦めない、ブライトショー。
私たち、やれるだけのことはやったよね。お客さんたちも盛り上がってくれていたと思うけど、どうなんでしょう。厳選なる審査の結果が今出たようです。審査員より優勝者を発表してもらいましょう。ごくり。それでは発表しよう。踊り子コンテストのアクセル予選を勝ち抜き本戦に出場を決めたのはアクセルハーツの3人だ。ああ、実際会場をかなり盛り上げていたからな。やはりリアたちの実力は本物だ。当然よ。なんて言ったって私たちに勝ったユニットなんだもの。本戦出場決定。ようやく10億エリスに一歩近づいたぜ。目指すは借金返済。おや、ちょうど終わったところでしたか。もう少し早く来れば、いろんな踊り子が見れたのでしょうね。ん？何よこの声。それにこの羽音、どこから。ウエデス、空を飛んでるあれは、鳥？いや、ワイバーンだ。背に誰かを乗せてるぞ。本物のリアです。生で見るリアの太ももはやはり眩しい。スリスリしたいですね。太もも、スリスリ？何を言ってるんだ。すみません、私としたことが思わず興奮を申し遅れましたが、私はダニエルと申します。ダニエルって、まさかウィズが言ってた元魔王軍で幹部候補にもなったやつ。ダニエル、確か握手会に乱入してきたトロールの親玉か。一体何のようだ。ファンに対して随分な言葉ですね。しかし嫌いではありません。さすがは私の推しのリアです。この紳士風の変態が本当にそんな実力者なのか。本日はそんなリアを含むアクセルハーツを私の城に招待しようと思ってやってきました。招待って行くわけないでしょ。そっちのトロールにはオートのツアーをめちゃくちゃにされた借りがあるんだから。そうですか、残念です。手荒な真似はしたくなかったのですが。うるさいわね。こいつもトロールに変身するつもり？この姿を現すのは何年ぶりでしょうか。トロールロードの力を思い知るがいい。トロールロード？さあ、一緒に来てもらいましょうか。アクセルハーツの踊り子ちゃんたち。やめろ！こいつらに手を出すな！カズマ！こいつらは俺の大事な金ず…じゃなくて仲間なんだ！そう簡単に渡してたまるか！あんた今、金ずるって言った？言ってない。行くぞみんな！リアたちを守れ！このスバ！このスバ！なかなかやりますね。しかしこの程度で倒れる私ではありませんよ。どうしよう、カズマさん。こいつかなり強いんですけど。さすがは魔王軍の幹部候補にもなった男ね。見た目は全然可愛くないけど。あと鬼畜さも足りないな。魔王軍というのならば、私の甲冑を剥ぎ取るような恥ずかしめをしてみせろ。見た目も鬼畜さも関係ない。すぐにそんな軽口を聞けなくしてやりますよ。
軽口が聞けなくなるのはそっちの方だ。ん？何ですか？この魔力の高まりは。黒より黒く、闇より暗き漆黒に、我が深紅の根拠を望みたも。なんと、これは。観客を避難させつつ、町の外へとおびき出す。カズマの作戦通りだな。ここなら被害を気にする必要もありませんから。よし、ぶっ放せメグビン。いきますよ、うがてエクスプロージョン。ナイス爆裂。よくやったぞめぐみ。後で起こしてやるから少し寝てろ。まあこれで一丁上がりね。みんな怪我はない？はい、なんとか。トロールに何度も獣みたく襲いかかられるなんて。ああ、やっぱりかわいすぎることは罪なのね。だが、あの視線は悪くはない。欲を言えば、もう少し鬼畜な所業が欲しかったが。ありがとうカズマ、これもみんな君のおかげだ。ダニエルを倒せたのはディアたちの協力あってこそだろ。それだけじゃない。予選を通過できたこと、踊り子として成長できたこと、仲間と絆が深まったこと。カズマと出会ってから様々なことがあったが、感謝してるよ。プロデューサーだからな、俺は。礼なんていいから、コンテストの本戦で優勝してくれ。それが最高の恩返しだ。期待してるぞ、アクセルハーツ。はい、プロデューサー。今のはなかなかに重い一撃でしたね。ダニエル、あいつ爆裂魔法をまともに食らったのにまだ生きて。みんな下がれ。獣は手負いの方が手強くなるからな。相手にとって不足なし。まさか人間ごときを相手にこの技を使うことになるとはな、とか思わせぶりなことを言いながら奥の手を出してこい。そして私の鎧を砕いて、公衆の面前で私を恥ずかしめてみせろ。この土壇場で起源を吐くとは、さすがはクルセイダーですが、疲れた仲間をかばうため自身に集中させる策が見え見えです。ダクネス、今目が泳いでたろ。泳いでない。その強固な信念、簡単に値します。信玄通り奥の手を、と言いたいところですが、私の目的はあなたたちを倒すことではありませんからね。来るな。当初の目的通り、可愛い踊り子ちゃんたちをいただきましょう。そして城で私だけのショーを披露してもらいますよ。あら、可愛いなんて、エーリカちゃん困っちゃう。油断するな。シエロも気をつけろ。みんな下がってなさい。こいつに食らわせてやるわ。女神の怒りと悲しみを乗せた必殺の拳、ゴッダブバインド。なんだこれ、網。また網。リアたちと最初に言ったクエストを思い出すわね。なごんでる場合か。おやおや、踊り子を狙ったのに変な人まで連れましたね。まあ一番の推しであるリアがいるのでよしとしますか。行きましょう、ワイバーン。リア、リアちゃん。くそ、ダニエル、リアを離せ。ちょっと私もいるんですけど。ひとまず今日はリアだけ。シエルとエーリカはまた後日。
アクアはともかくリアは返せ。私は大切な仲間じゃないの。リアにはコンテストの本戦で優勝してもらわなきゃならないんだぞ。ちょ、カズマさん、何言ってんの。別れは済みましたか。それでは皆様、ごきげんよう。